ずっとやってきましたこのシリーズですね、これが基本の2601本でできる形ですが、でそれをこれはですねちょっと大きくして260 2本ですね。まあ雰囲気随分こう変わると思うんですけど、同じ260なんですけども、そして、まあこれが、350ですよね。ノックのこんな大きさが違うわけですけども、でただこれですね、これまたちょっと違うんですよね、ご覧になって分かると思うんですけども、これ2個で回ってるんですよね。これこう3個なんですね。ここはそれで中に入ってます。つまりこの部分ですよね。つまりこれにこれがついたような感じなんですね。だから、単純に、まあ、これの変形とも言えますし、これとこれの合体というような感じですね。ということでちょっとこの、160で作る場合はですね、このパターンだと、まあ、これでも1本でできますけども、中にこう埋め込んであるということです。では行ってみたいと思います、ね、1本でできますから。16センチ残ってますね。16残ってます。それでこちらが30センチの47ですね。47センチですね。では行きたいと思います。ここから行きます。2.5 これはですね、ここも同じにしてください。ですね。つまりこう6個でこの3つを合わせますね。あら、最初の忘れてました。これ後でやりましょう。で、3つね。で、今4つですね。そろそろここ作って、
ということでですね、このちょっと違った雰囲気の小ぶりのですね、ブドウ、こういうのありますよね。そういうの完成です。はい、うさぎ子会でした。またお会いしましょう。